赤マンボウとは赤マンボウ目赤マンボウ科に属する深海魚別名マンダイ。体型はマンボウに似るがマンボウの仲間ではない竜宮の使いに禁煙の魚である全長2メートル体重270キログラムほどにもなる大型魚である体は円盤型で左右から押しつぶされたように平たい口は前に少し突き出ていて歯がない体は タチウオのように銀色で白いまだら模様があり小さくて剥げやすい鱗に覆われる。ヒレと口元目の周りは鮮やかな赤色で胸びれ、背びれの前端部、腹びれが釜状に長く発達する。側線は胸びれの上で背中側に大きく曲がっている。外見や生態は和名の通りマンボウにも似ているが分類上は全く別の魚である。マンボウと違って 尾びれを持ち、胸びれが垂直ではなく水平に長く発達している。なお、ラテン語での木名、仮名、俗名は、輝かしい、明確なという意味のギリシャ語ランプローズに由来し、名の通り鮮やかな外見の魚と言える。世界中の熱帯、温帯の海に広く分布し、外洋域の水深500メートルまでの表層、中層に生息する。 ただし、人目に触れない環境に生息しているため、生態については、ほとんどが不明である。マグロなどと同様に、胸びれと尾びれを使って泳ぎながら生活していると、考えられている。食性は肉食性で、クラゲ、イカ、オキアミ、小魚などを捕食する。一方、敵は、青ザメやホホジロザメといった、外洋性の大型のサメである。稚魚は細長く、 竜宮の使いの稚魚に似ているが、背びれと腹びれが長く伸びないので区別される。やがて体が円盤状になり、生魚の姿へと変わっていく。2015年5月、アメリカの海洋大気庁の研究チームにより、赤マンボウには、魚類で唯一、血液の温度を保つ機能があることが確認された。赤マンボウには、心臓とエラの間に、特殊な血管の絶縁網があり、 心臓から送られた温かい血液がエラが取り込んだ海水によって冷やされた血液を温め直す体の作りをしている。これにより赤マンボウは周辺の海水よりも5度ほど高い体温を保つことができるようになっており深海でも活発な活動が可能とされる。これは哺乳類や鳥類とほぼ同じ体温維持の方法である。味が良く、 ハワイや沖縄などでは食用に沈重されている。しかしその得意な体型から、運搬、調理の際に一般的な規格が適さないため、需要が低く、専門に漁獲されることはない。ハエ縄などでマグロに混じって漁獲される。調理法は、腹足を刺身に、背足をムニエルなどの加熱調理用にする。マグロに似た赤身が取れる部位があり、実際に味や、 食感もマグロに酷似していることから、安価な回転寿司店などでは、マグロの代用魚として利用されていると言われているが、前述の通り一般的な流通に乗せることは困難であり、安定供給もされていないため、いわゆる都市伝説である。万代、万宝、百万代、金牌、金魚とも呼ばれている。南半球には、ランプリスイマキアラタスという種類が分布している。 全長1メートルほどで赤マンボウより小型である。赤マンボウ目には多くの魚が分類されるが、その中の赤マンボウ科には一族二種しかいない。ありがとうございます。